第16期本因坊戦。第16期本因坊戦は、1959年に開始され、本因坊戦9連覇中の高川収穫と、2度目の挑戦者となる、坂田坂尾球団による七番勝負が1960年4月から行われ、坂田が4勝1敗で、本因坊を奪取し、本因坊を栄示とこした。新規リーグ参加者は、橋本太郎球団。 久保内周知九段、橋本昭治九段、島村敏弘九段の4名。リーグ戦は前期シードの前期挑戦者、藤沢秀幸、及び坂田坂尾、北に実る、前田信明と新参加4名で、1960年1月から3月、30から31日までで行われた。結果は、北に実ると、前3期連続2位の坂田坂尾が6勝1敗の、 同率1位となり、プレーオフを制した坂田が、第6期以来10年ぶりで2度目の挑戦者となった。このプレーオフ戦は1961年4月21から22日に行われ、序盤は、先番、北に優勢だったが、終盤に時間に追われた北ににミスが出て、逆転、午前2時59分終局の熱戦で、白番坂田が三目半勝ちした。高川本因坊に、 坂田が挑戦する七番勝負は5月から開始された。この時最高位、最強位などのタイトルを持つ坂田との七番勝負は黄金カードとも呼ばれた。高川と坂田のこれまでの対戦成績は圧倒的に坂田が良く、10年前に橋本宇太郎本因坊に敗れて以来の挑戦者となった坂田を10年目の恋人とも書かれ、高川も七番勝負の抱負では、 10年目に、やっと恋人に巡り合ったような気持ちですと語り、また戦前の予想では、ゲーで、坂田が上回り、勝負経験では高川が勝るで、ほぼ互角か、坂田がやや有利と言われていた。第1局は、東京本郷の竜岡で行われ、白番高川が、序盤右上隅で、見落としがあって、黒が優勢となるが、その後に、黒のミスもあって形勢が接近したが、 黒が振り切って、坂田の中央死勝ちとなった。第二局は白番坂田が序盤に右上隅のしのぎでもたついたが追い上げて終局時には高川は半目勝ちと思っていたというが白番坂田が一目半勝ちとした。第三局も高川の好局だったが接戦を制して坂田が半目勝ちして三連勝。二局目では終局まで高川が 自分の半目勝ちだと思っており、3曲目でも、坂田は半目以上いいと思っていて、終局後に立ち会い人に作り直しを求めたほど、両対局者に疲労が目立っていた。第4局は高川が干渉で、一勝を返した。第5局は、山形県米沢市、白根の高湯温泉の中沢旅館で行われ、千番坂田が序盤に上兵を大きな地にして、 優勢となったが、白は右辺で甲を仕掛ける、勝負手で微細の形成に持ち込む。双方に寄せでミスが出て、一時は白優勢かと思われたが、黒に妙手が出て、反目勝ち。高川は十連覇を逃し、坂田が初の本因坊衛についた。随一図に白は上辺の三間開きをカバーするために、左辺から黒を追い立てながら守る調子を求めたのに、 対し、黒1から、地の損を辛抱し、黒5の筋から封鎖を狙った。白も6と反発し、黒7から11と気合いの進行となる。そこで、白12の筋から左辺黒に圧力をかけるが、黒19の羽が、20の伸びを予想していた白の意表をついた頑張りで、黒27まで30目以上の確定値となり、18の下の段点も残り、黒が優位に立った。 白も28,30と味よく渡りながら黒の一段を睨んで粘っているが黒31が絶好点。しかし黒35が逃げの気分の手で36に駆け継いで白の薄みを狙うべきだった。逆に白36,38で白の形が整い続く白40からの項が勝負手だった。白からはの材が用意されており、 黒がもし右辺の甲を解消すると、白47の右、黒32の右に付け越しで、中央の白と攻め合いになるが、この攻め合いは、白がいい。結局白56まで効かして差が縮まった。白58が、高川らしい暴爆とした、緩い攻めの攻守で、黒61とダメを繋がる手を打たされて、白は可変に先着して細かい形成になった。黒59の、 高取では打ちにくいが60と詰めているのが急所だった。この後双方に細かいミスが出て、一時は白優勢にもなったが、終盤になって中央白字の中の一死を動き出す213手目が妙手で黒半目勝ちとなった。この時も高川は疲労がひどく、主催者の毎日新聞社では医師を呼んで、休憩時間に両対局者に栄養剤を注射するという場面もあった。 終局時は、尾崎和夫の感染期では、黒51が打たれるとともに、高川本因坊、軽くうなずくようにした。すると、坂田九段、特色ある神高い声で、私の方が反目いいんじゃないですか、そうでしょう。そう言うと、確かめるように感染席を見た。とある。感想戦はあまりやらずに、敗者である高川が立ち上がると、 対局場に詰めかけていた地元のファンの間から拍手が沸き起こった。坂田が10年前に橋本宇太郎に挑戦した時は3勝1敗から3連敗して敗退した坂田だったが半目勝2局の幸運を引き寄せて渾身の勝利をもぎ取った。毎日新聞の山形支局では号外を出し、坂田は坂田和代の中で苦節10年。 やっと報いられた喜びをかみしめた。翌日、私はまっすぐ、東京の家へ帰った。記者はもどかしいほど、ノロノロ走ったとこの時について語っている。銃連覇を逃した高川は、初夏の柳が安くもから、九気でちょうど良かったんですよ。プロの段だって九段止まりでしょう。銃は完全な数で、神様の数。九まで行けば、人間として最高なんですと慰められた。 7番勝負第1局この年、坂田は、日本棋院第1位決定戦、王座戦でも、高川とタイトルを争って勝利し、さらに最高位、日本最強くらい、日本棋院選手権戦、NHK 杯も優勝して7冠となった。また40代半ばの高川は、50歳限界説を、唱えて話題になった。黒5、7に続いて9にかかって17までとする打ち方は、 主公と呼ばれたが、その後は一般化している。黒33に白34と反発して戦いになったが、白54が高川のみ存じで、黒73の時に白77と渡るのが先手になると錯覚していた。これで白の大損となったが、黒75、81も決め手を逃しており、白88と西取って生きては、形勢は接近した。 その後白は上辺黒の切断を睨みながら左辺を嵐に行く勝負手を放つが続いて自らのダメを詰める握手があり黒の坂田が第一局を制した同率決勝戦坂田はリーグ戦では北にに敗れていたがこの壺では北にの逆を取って地に辛い号を打とうとした黒25に対する26から34のあたりにそれが現れている白40も の手で黒が上羽や下羽なら砂漠を狙っている白60から持っていったのが攻守で、右下の白が直接逃げ出すのでは、右上の白とも絡み攻めになって苦しい。白62から64の大掛けが成立して、白は51、57の西を切り取って生きることに成功した。黒は右上の白に猛攻をかけるが、白はこれをしのいで、 左上の黒を攻める体制となって優勢を確立し白番三目半勝ちとなったこの二日目の夜に坂田は老眼鏡を取り出しこれが坂田が眼鏡をかけて対局する最初だった坂田は過去本因坊戦リーグでは毎年挑戦者候補候補の筆頭に挙げられていたなら2回 プレーオフに敗れるなど壁を突破できず、私の性格は勝負師には向いていないと、この頃はよくぼやいていたが、この後では、しのぎの力を発揮して、激しい読み合いを制した。ありがとうございます。